皆さんこんばんは。今日ご紹介するのはメンズ長倉さんです。ぜひチャンネル登録お願いします。地下鉄東方線元町駅から歩いて5分ほどにあり、テレビや雑誌などが何度も取材に来るほどの人気店で、道産食材を使った美味しいラーメンが味わえます。新徳地鶏醤油850円。北海道新徳町の新徳地鶏の柄を使用したスープと生醤油のタレがベストマッチな一品です。いただきます。道産小麦 100% の特注麺はやや細めで、チュルッとした喉越しが最高です。スープは綺麗に透き通っていて、地鶏と醤油の旨味がしっかりと感じられます。チャーシューは鶏と豚の2枚でレア気味。まずは鶏からいただきます。とっても柔らかくて美味しい。やっぱり鶏チャーシュー好きだな。豚の方は後に取っておきます。それにしてもスープが美味しい。味玉は濃いめの味がついていて、7割固まっているくらいのとろみです。キリッとした醤油のスープに負けない存在感で美味しい。そしてここでサイドメニュー、辛ひき肉丼300円。お茶碗1杯分のご飯に唐辛子がたくさん入ったひき肉とネギが乗っています。一緒に行った先輩が頼んでいて、美味しそうだったので取らせてもらいました。結構辛そうに見えましたが、ピリッとぐらいの辛さだそうです。美味しそうだな、食べたいな。ここで取っておいた豚チャーシューをいただきます。これも柔らかい。肉本来の旨味が感じられます。そして私もこちら頼んじゃいました。手作り餃子400円。ここ入りでパリッとした焼き加減です。餃子食べるの久しぶりだな。薄めの皮で中身の量も多すぎず、ラーメンと一緒に食べるにはちょうどいい量です。餃子もペロリと完食です。スープが本当に美味しくて残すのがもったいないということで全飲みします。最後まで美味しい。ごちそうさまでした。地下鉄東方線元町駅から徒歩5分、駐車場は4台、席数はカウンターとテーブル合わせて17席です。ご視聴ありがとうございました。ぜひ行ってみてください。